さくらってどんな人なのかなとか、周りのさくらのお友達ってどんな人なのかなっていうのが 100% 理解できた時、まあ 80% とか理解できた時に本当に素でいられるのかなと思うね。ビート 100% オーバーキャンだよそよそよそ